冬休みが始まりました。といっても今日ねクリスマスイブなの。24日、もうクリスマスだね。今日イブだね。え、今日イブ、クリスマスイブ。今日から冬休み。今日から冬休み。でもそうそう、でもねまだ学校のね地域もあるみたい。25日まで学校のねところもあるみたいだけど、リミちゃんたちはもう昨日で終わりで、24日から冬休みです。はい、今日イブだもんね。イブだけど、しほちゃんは今日は昼間お友達のうちでクリスマスパーティーをして、夕方からダンスです。なのでリミちゃんも今日お友達のうち行ったね。行ってお昼ね、芝生の上でおにぎり食べたんでしょ、お友達と。よかったね。楽しかった？楽しかった。うんね、今日いい天気だったもんね。はい、で、リミちゃんは帰ってきて、まあ、ゆっくりして、今ねしほちゃんのダンスが好きそうにです。で、なぜか、あ、そうそう、今日ね、しほちゃんはねクリスマスパーティーしてたからね、美味しいものいっぱい食べてきてるんだけどね、リミちゃん全然ね、急遽お友達の家に呼ばれて行ったから、ほんとね、おにぎりとか食べたんだよね。だから今日はちょっと今ね、おやつタイムでミスドに食べてます。はい、それでリミ、リミはなんとね、まずは宿題です。問題はリミちゃんのしおりなんですけど、なんかね、多いんだよ宿題が。ここ漢字ドリル、計算ドリル、やってないところに書き込む。そう、それがまず多いので、お家の人が丸付けして直しもでしょ、うん、でね、計算ドリルがこれなんだけども、何ページだったっけ。40ページ。40ページで、こっちは47漢字あるんですよ。それを全部ね書き込んでやらなきゃいけないという。特に計算ドリルで、こっちの方が書くとこ多いよね。40だけど、漢字はねこういうのがあるからまだあれだけど、でも多いよねこれ。全部やんでしょ、夏休みみたい。やばいよリミ、終わるかな。終わんないよ。ダメで終わらせなくちゃ。でさらにこれだけじゃなくって、見て、こういうの書き込めない。そうだよ、こういうのも書き込むんで、これ送り仮名をここに元気とか書かなきゃいけないの。あのね、リミのお友達ここは書いてる。書いてなかった？でも普通書くんじゃない、普通に考えたら。そっか、あー大変だ。で、さらにね、書き初め、まあ硬筆なんだけど2年生だから4枚で、生活カレンダー、クックカード、音読お手伝い、縄跳び練習、読書、自覚ノート。自学ノートもね、普通にね大変だよね。自分で勉強するまあ何でもいいんだけど、あ、もう始まってますね。もうほんとね、必死にねやらないとね、もしかしたらね終わらないね。冬休み短いもんね。と言って、もう今日はクリスマスイブの日なんですけど、リミちゃんは宿題をしております。寂しい。明日サンタさんしてる。来るかな、来るかな、わかんないよ。しーちゃんとね、まだ喧嘩とかしてないから大丈夫。ほんと？いや別に今日喧嘩しなくても、いつも喧嘩してたらダメなんだよ。もう今必死にね、頑張ってます。じゃあ頑張ろうね、宿題リミ。あともうちょっとさ、しーちゃん終わるまでさ、今日も時間あるから、ちょっと頑張って少しずつ進めましょう。そうしないとね、遊ぶにもね、遊べないしね。まあ遊んでんだけどね。でも明日もクリスマスだからさ。次はグッバイ。あー、危ない。ネクストタイム。ネクストタイム。バイバーイ。飲み切った。あー、早っ。グミペア。感じたおやつだ。